アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機、戦闘攻撃機、対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて先般企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、
年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを堅くなに拒絶してきたわけだ。アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。キム議員はさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の先端企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言をしばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置キャノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・インター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は2023年度から2027年度までの5年間での総額を、およそ43兆円規模にまで拡大させることを表明したよ。これが実現すれば最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで冷戦期から暗黙のルールとして日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で 1% 以内という目安を超えて、同 2% の水準にまで引き上げられるな。今回はイージスシステム搭載艦の新造開始について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした防衛予算額の引き上げは今でも一部の野党や団体個人から、これまで太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして、多くの批判の声が上げられているよ。しかし中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられているんだ。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことでさらにその承認につながった感は強いように見えるな。こうした状況下の日本において2024年度の防衛予算の概算要求では単体でことに大きな費用となる、イージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として総額で4546億円が盛り込まれたよ。このイージスシステム搭載艦2隻は無論海上自衛隊が運用する艦艇となるものだけど、2024年時点で同隊は8隻のイージス護衛艦を保有運用しており、既存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろうね。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれもアメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものなんだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからだよ。イージス武器システムは正式な名称は AEGIS ウェポンシステムマーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキード・マーチン社が1960年代から1970年代に新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだな。ただし開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで様々な戦闘に対処可能となっているぜ。これによりイージス武器システムは対空対艦対地等の各局面の戦闘に迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は実に128機を超えると言われており、それら捕捉した目標から脅威度の高いものから順に重形状を同時攻撃可能とされているわけだ。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用はおよそ500億円程度と目されており決して安価とは言い難いものの、1960年代末からアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されているね。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦はすでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用もその大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えるんだ。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有運用中であることは前述した通りだが、実は2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに2隻を新規に建造することも計画として計上されたな。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は2020年6月に当時の河野太郎防衛相がこれまで導入する方向で進められていた、
陸上配備型のミサイル防衛システムであるイージス・アショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として新造が決まった艦艇だね。それまでイージス・アショアは日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものだったんだけど、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表されたよ。当時の2020年も現在の2024年でも、日本のミサイル防衛は8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用にPAC-3等の地上兵器が想定されているね。しかし中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りにほぼミサイル防衛のみに従事させることは、限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていたぜ。そこでイージス・アショアを配備することでイージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したようにそれはブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で、結果的に断念することとなったと思われるわけだ。個人的にはこれが今のタイミングであれば、イージス・アショアを配備予定であった山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えばPAC-3や高射機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じるな。それらが確実にイージス・アショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を、民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば本当の戦時には多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はあるかもしれないね。仮定の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ日本はイージス・アショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、それがイージスシステム搭載艦2隻の新造と相なったぜ。当初はもっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部でその規模に疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったけど、その後は縮小修正され基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされているね。それでも最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は一回り以上は確実に大きいことになり、海上自衛隊で最大の水上戦闘艦となることに変更はないみたい。現時点で防衛省サイドからはイージスシステム搭載艦には、主目的であるミサイル防衛用にアメリカ製の迎撃用ミサイル SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 を実装する予定だと説明されており、これでイージス・アショアの役割をカバーする方向だな。これに加えてイージスシステム搭載艦では、先頃日本がアメリカからの調達を決定したトマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ国産で開発中の1認識地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているというぜ。イージスシステム搭載艦浜屋型などの既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するんく。41VLS の数は実に128セルとマヤ型から32セルも増加しているらしい。国産の1認識地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク。41VLS には運用統合がアメリカ側の OK ができないため、専用の4連装の発射塔を別途2機実装すると目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催された、ソウル ADEX2023 において、韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。
KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA-50 に次ぐ国産戦闘機として、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において、当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて、総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。さて今回はそんな韓国が開発を進める国産戦闘機 KF-21 のポジションについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% にあたる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたよ。これに対してインドネシアは、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物の運輸によって、補填することを申し出るなどして解決したと見られているね。KF-21 はイギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたんだけど、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキードマーティン社製の、F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているみたい。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下に剥き出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるな。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたわけだ。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているね。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートル最大積載量 7700kg 最大離陸重量 25,600kg とされ、ジェネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというよ。KAI では KF-21 について、国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた、高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力超音速巡航能力に加えて、ある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているんだ。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、上記の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは、高性能な第 4.5 世代戦闘機としてイメージアップを図りたいとの思惑があるものとみられ、このような対処の上手さが、韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるな。KAI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を、
2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させ対地対艦攻撃能力を有する。ブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を、第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかとみられているぜ。ただ、KAI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス計画や、日本イギリスイタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランスドイツスペイン3カ国が、共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は、第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた、遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がって、ロッキード・マーティン製の F-35 も上回る可能性がインドネシアのメディアなどから示唆されているよ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているな。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの短座型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているけど、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制指揮する司令機としての運用も検討しているとされているね。これは共同戦闘システムコラボレーティブコンバットシステムという名称で、無人機 UAV を用いておとりとして敵の目を欺いたり、電子戦や ISR 情報監視偵察に活用したりするほか、攻撃なども実施させ、その統制と指揮を KF-21 複座型の航跡の乗員に実施させるというものだよ。これらのことから、韓国側による KF-21 の輸出戦略は同機の装備についてコンポーネント化することで、同機に興味を持つ国の要求に応えられるようにするものであるとみられ、韓国のこの兵器輸出における柔軟性はこれまでにも同国の兵器輸出の際に見られたものってわけ。実際に KF-21 に対しては UAE アラブ首長国連邦や、韓国からこれまでに多連装ロケット砲システム K2000 車、K9 自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを輸入してきたポーランドが興味を示しているとの情報もあり、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や現地生産などへの柔軟性が評価されているものとみられているな。現代のジェット戦闘機は世代が変わるごとにその能力が格段に向上し、機体、アビオニクス、兵装など様々な分野において、高度な技術が求められ開発製造コストが膨らんでいることから、アメリカやロシア、中国などの技術力と、経済力を持つ国家でなければ単独開発が難しくなったと言われているぜ。日本においても2035年に退役を迎える F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発においては当初単独で実施されることになっていたものの、戦闘機開発の最新技術の蓄積がないことと開発製造コストの増大が予想されることから、3カ国共同開発にせざるを得なかったと見られているね。また、アメリカにしても第6世代戦闘機の開発には費用対効果の点において躊躇しているとの見方があるほか、中国も第6世代戦闘機は無人機を開発するのではないかとの噂があり、韓国の KF-21 のマーケティング戦略が注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。